これは積水ハウスの木造住宅シャウットで使われる当番外壁ベルバーン。紫外線や湿気、熱に強く、さらに釘などの金属よりも硬い強さと美しさを併せ持った外壁です。こちらがそのベルバーンということで、はい、いろいろな色合いがありまして、はい、光沢がとっても素敵ですね。そうですね。これはまあ本物の陶器で1100度で焼いてますので、はい、本物の陶器と同じ質感が出ます。やはり日本人木とやっぱし陶器っていうのは非常に好きですから、はい、木造住宅に陶板を使うと非常に合ってるんですよね。2012年、陶板外壁ベルバーンの新製造ラインが静岡工場で稼働開始。これによってシャウット事業のですね、ますますのこれからの我々の中のですね、拡大に取り組む所存でございます。ではその陶板外壁ベルバーンを自社製造することでどのような展開をお考えですか？まず今までない色合いとかですね、うん、それからいろんな柄の提供ができるわけですね、はい。それとやっぱり今までですね、製造限界が月に2万平米だったものをこれは5万平米まで製造が可能になってきますので、ですから今までの 2.5 倍のというふうに量の拡大もできますのでですね、そういう意味ではこれまで以上にですね、お客さんの要望に合うような形でこれを広げていきたいと、拡大していきたいというふうに思います。